そしてこの質疑応答には冒頭にもご案内申し上げました弁護士の高野隆先生にもご同席をいただきます。先生よろしくお願いいたします。弁護士さんを立てるっていうことは、これは手越さんから言われたんじゃなくてジャニーズサイドから弁護士さんを立ててくれっていうのは、これは間違いない？ジャニーズ事務所から言われました。そうですか。それで大切なことの流れなんですけども、はい、この、まあ、弁護士同士で話をして、まあ、対処日が決まったっていうんですけど、はい、この6月19日っていうの期限っていうのは、これは手越さん側が6月、まあ、早めに辞めたいって言ったのか、それとも向こうからもう早く辞めてくれって、どっちだったんですか？このことで高野先生、僕から話していいんでしょうかね。中のことは高野先生が全部やってらっしゃるので、はい、お互いの弁護士間で、はい、で僕から多分喋っていないよ限界があると思いますので、多分ジャニーズ事務所ともいろいろ契約の中でこれ以上喋っていい悪いってあると思うので、その後に僕に振っていただければ全然喋れますので、はいはい、先生どちらお願いします。じゃあ私から少し説明します、はい、交渉というのはそのお互いに事実認識に違いがあったので、まあ交渉に入ったわけですけれども、その段階ではいつ辞めるかとか、どういう形で辞めるのかということについては何の決まったこともなかったわけです。話し合いの中でお互いに事実認識がどう違うのかについて率直に話し合いをして、はい、で双方が納得の上で、円満に合意解除しましょうということになりました。でその、まあ手越さんの方では3月の段階から独立に向けての話し合いを自らしたかったわけです。で、しかしその後にコロナウイルスの騒動が起こったりして、はい、それからちょっといろいろな誤解に満ちた報道がなされたりした形で、ジャニーズ事務所の方から先にプレスリリースで、まあ、一方的な形で芸能活動を自粛するというような宣言がまあされてしまったわけですね、はい、でその直後に、まあ、弁護士を入れて、話し合いましょうというようなお話があって、それでまあ交渉が始まったというのが経緯です、はい、その段階ではいつまでにどうするか何も決まっていなかったわけですけれども、はい、お互いにまあ誤解が解けたような形で、納得がいって、でそれぞれ条件もですね、非常に早いスピーディーに話がまとまって、本当に平和的な形で話がまとまりましたので、それではもう早めて、19日の段階で合意解除にしましょうということで、お互いにその日にちについて合意したと。それはどっち側の意見だったんですか？まあ、双方の合意ですね。認識の違い一番大きいのはどこだったんですか？先ほど手越さんから詳細な説明がありましたけれども、その4月の出来事と5月の下旬の出来事ですね、手越さんとしては3月から進めてきた将来の自分の仕事、ビジネス、芸能活動についての打ち合わせといいますか、その助言を得るための会合だったわけですね。でそれについてジャニーズ事務所のプレスリリースは報道について一部誤りがあるということも一応アナウンスされてるんですけれども、あまりにも一部あるというだけでその他は全部間違いないみたいな、そういうリリースのされ方をしたわけなので、それはちょっと違うでしょうというところが、まあ、出発点だったわけです。はい、ありがとうございます。ではこのあたりで質疑応答終了とさせていただきます、はい、高野先生ありがとうございます。ありがとうございます。